何か辛いことがあったとき、周りの人は、頑張れ、負けるな、泣くな、と言う。励ましてるつもりだろうし、決して悪気がないのはわかるけど、頑張れとか、泣くなとか、自分が一番わかってる。頑張らなきゃダメだ。負けちゃダメだ。泣いたってしょうがない。確かに、その通りかもしれない。でも、泣いたっていい。涙は、溢れ出した感情。悔しさや辛さや嬉しさに、涙を流せないのは寂しい。涙が溢れた時は、我慢せずに泣けばいい。そして、泣き終えたら、また笑えばいい。雨が止んだら、太陽が出て、虹がかかる。涙の後の笑顔は、それと同じ。泣くことが恥じゃなく、泣けないことが恥。笑うために、泣く。涙を流せる心を、大切に。欠けているドーナツと丸いドーナツ。どちらかといえば、欠けている方が気になる。あるものより、ないものに目が行く。隣の芝生が青いのは、いつも誰かと比べるから。そうやって生きていると、満たされない気持ちが心に広がる。それは、苦しい。手に入れても、満たしても、比べていたら、ずっと満たされない。ずっと喉が渇いている、そんな感じ。でも、視点を変えれば、自分もまた、隣の芝生。自分では気づいていないかもしれないけど、当たり前のように思っているかもしれないけど、人から見たら、羨ましいと思うものを持っていたりする。だから時には、自分のことを他人のように見てみる。少し離れたところから見るイメージをしてみる。そうすると自分が持っているものに気づく。他人は他人、自分は自分。そう思えるようになる。そうすると満たされないことが前提になっていた心が満たされているという心に変わる。潤いのあるその心は、同じように、潤いのあるものを引き寄せる。そうやって、より満たされていく。欠けているドーナツは、欠け方が個性。それこそが、面白さ。足りない部分も、苦手なことも、全部含めて自分。これは苦手だけど、これはできる。これはないけど、これはある。それでいい。不幸だなと思うことが、立て続けに起こることがある。先が見えない。自暴自棄になりそうな、そんな日々。でもそれは、台風みたいなもの。台風は、直撃した時は猛威を振るうけど、ずっと同じ場所に留まることはない。同じように、不幸がずっと続くことはない。それは、一過性のもの。嵐が去った後の晴天は、最高に気持ちがいい。そして、嵐の後には、必ず青空が広がる。それを知っていれば、今を乗り切れる。今が辛くても、それは人生の一部分。あなたの人生そのものじゃない。沈んだ気持ちを味わい尽くしたら、笑い飛ばそう。笑う角には福来たる。笑顔は幸運を連れてくる。だから、今に負けないで。
誰でも悩むことはある。人前でどんなに明るく振る舞っていても、一人で悩む夜もある。悩みと向き合うのに最適な時間は、孤独な時間。家の中で作れないなら、夜や早朝に散歩に出てみるのもいい。自分の息遣いが聞こえそうなぐらい、他に雑音のない、静かな空間の中で。どうするのか、どうしたいのか、自分に問いかける。自分と会話する。そうすることで、自分の中の答えを知ることができて、次の行動が見える。向き合うのが嫌でも、向き合わなければ解決しない。自分の悩みは、自分にしか解決できないもの。同時に、解決できない悩みは、訪れない。だからこそ、あえて孤独な時間を作り、自分と向き合う必要がある。明日笑うために、今悩む。孤独の中で、悩みと向き合う時間が、夜明け前。夜明け前が、一番暗い。そして、夜明けの来ない夜はない。自分の価値観を押し付ける人がいる。こうあるべき、こうするべき、その人の中の基準を。自分の価値観や基準を持つことは大切。でもそれは人に押し付けるものじゃない。もし誰かがあなたの価値観や好きなことを馬鹿にしたとしても、そんなこと、一ミリも気にすることはない。あなたは、あなたであればいい。そうやって、自分のことを大切にできれば、他人の価値観や基準も、そういうものとして受け取れる。誰が何と言おうと、ありのままが、一番素敵。好きなものは、人によって違う。流行っているからといって、自分も好きになるかどうかは、わからない。自分の好きが、どんなものであっても、それは、かけがえのない、大切なもの。人から見て、そんなの変と言われたって、それは、あなたの感性がおかしいわけでも、好きなもの、好きである自分に、価値がないわけじゃない。ただ、違うだけ。好きって気持ちは、持とうと思って持てるものじゃない。自然に芽生える、天然のもの。それを大事に育てることが、成功や幸せにつながることもある。自分だけの、かけがえのない思い。そんな思いを、大切に。自分の好きを大切に。努力は必ず報われるとは限らない。懸命に頑張っているのにうまくいかない。それはよくあること。でも、レベルアップする瞬間はある。わからなかったことがわかる瞬間。それは、やり続けたからこそ、訪れるもの。そして、諦めそうになる瞬間こそ、ゴールの一歩手前だったりする。そこで踏ん張れば、次へ行ける。それなのに、ゴール直前で諦めそうになるのは、試されているということ。次のレベルへ行く覚悟があるか、今の自分から変化する覚悟はあるか。人は、いいことだと分かっていても、変化することに抵抗を覚えるもの。だから、変化する直前に、
他ならぬ、自分自身の抵抗を受ける。心が折れそうになる瞬間、それは、もう少し、という合図。次に行くための、自分自身からの確認。自分を許して、あと少し、負けないで。精神的に追い詰められてしんどいとき、誰かに言ってほしい言葉は、頑張れとか、できるよとか、背中を押すような言葉ではなく、大丈夫だよ、とか、そのままでいいんだよ、とか、その時の自分を肯定してくれるような言葉。完璧な人間なんて、いない。いいも悪いも含めて、自分。まずは、自分を丸ごと認めること。世間の基準に関係なく、自分の存在を認めることが、笑顔のための、第一歩。自殺したいと思うとき、そのときは、本当に辛い。何も見えない。何も聞こえない。そんな暗闇の中にいるようで。でも、そこで生きることを選ぶと、後になって、その選択を誇れる時が来る。生きててよかったと、思う時が来る。自分の力のなさ、不甲斐なさを実感して、本当に落ち込むこともある。でも同時に、できることも必ずある。できることをやらずに死を選んだら、自分に失礼。たとえ今がどん底でも、次のページには、大逆転が用意されているかもしれない。平穏なままだったら、気づけないことに気づくかもしれない。諦めないで。喜びを美味にするための苦味だから。人は誰でも自己重要感というものを持っている。自分を認めてほしい。重要な存在だと思ってほしい。そんな思い。誰かの特別になりたいと思うのも、そういう思いがあるから。だから、自分が重要な存在になったのかなと思っていて、そうじゃないということに気づいたとき、心にぽっかりと穴が開いたような感覚になる。所詮はこんなものか、そんな風に思ってしまう。でもそれは、あなたに価値がないということじゃない。何かが足りないか、相性が悪いとか、何かしら理由はあるけど、だから価値がない、ということにはならない。それでもめげずに人の心に明かりを灯すことを貫けば、気づかないところで、誰かの特別になっていて、やがてそれが、何かしらの形で自分の前に現れる時が来る。悲しみを知っているからこそ、優しくなれる。だからもし、心にぽっかり穴が開いても、上を向いて歩こう。高くジャンプするためには、力を貯めるために、一度沈む必要がある。停滞期とはそういうものだと言われる。確かに、その通り。でも同時に、どこにジャンプするかを見ないといけない。ただジャンプするんじゃなく、着地点を見る。停滞期は、辛いかもしれない。でも、だからといって下を向いていたら、ジャンプできない。どこに行きたいのかも、わからない。辛い時こそ、上を見るのが大切なのは、
未来でそこにたどり着くため、たどり着いたその場所で、嬉し涙を流すため、今が辛くても、幸福を感じることはできる。今が辛くても、希望を持つことはできる。不安にうずくまるなんて、もったいない。自分を信じて、前へ、前へ。